うちの会社は NKL と申しまして、日本で一番大きな、突起の会社になっております。子供と一緒で向こうを見てしまう。で、突起というのは皆さんよく知ってらっしゃるように、撮影するときに必要なクレーン、雨を降らす機械、扇風機、雪、たくさんあります。本当に皆さんが映像を楽しむためにはどうしても必要なものを、日本で、最も大きな、スケールで展開しております。韓国の技術は、とても素晴らしいです。それが日本に正しく紹介されてないと僕は思っております。日本の中でもっと皆さんの技術を一緒に我々とやっていっていただければ、日本も韓国も、映画産業、のみならず、一緒に発展していけると思っております。韓国で開発された手軽な、突起、非常に軽い突起、安い突起、これに対して我々はとてもびっくりさせられました。また新しい、放送技術も我々は、びっくりしました。これで実際に我々が、一緒にできたらと思って、今も話をしてまいりました。皆さん日本に来てくれるというふうになっておりますので、我々は一緒にやっていこうと思ってプレゼンテーションをお受けいたします。コバのこの展示会の感想は、日本でやってるのと同じよう、またはそれ以上の、展開を、見させていただきました。素晴らしいと思っております。なんで、日本でのインタビューも、非常に期待しております。で、来年もまたこの、コバには来たいと思っております。女の子はみんな可愛いというふうに、思っております。食べ物も美味しいし、ファッションも安いし、非常に女の子たちは優しいし、ちょっと男の人たちが、もっと自分たちの技術に対して自信を持っていただきたいなと思いました。